南エーゲは、ギリシャ共和国の広域自治体であるペリフェリアの一つ。エーゲ海南部に浮かぶ諸島から構成される。主婦は、シロス島のエルムポリ。行政区画である南エーゲ地方は、エーゲ海の南部に位置し、キクラデス諸島とトデカネス諸島からなる。ギリシャ共和国の最東部にあたる東地中海のカステロリゾ島周辺の島々も、本地方に属する。 ギリシャ共和国の地理的な地方としてのエーゲ海諸島の南半部にあたり、北半部は北エーゲ地方となっている。南エーゲにある人口1万人以上の都市は以下の通り、キクラデス諸島は近代ギリシャの独立時の領土である。ドデカネス諸島がギリシャの半島に入ったのは第二次世界大戦後の1947年でイタリア領から編入された。 1987年の地方行政改革により、従来の地理的な地方に代わる行政区画として13のペリフェリアが設置された。この時、従来のエーゲ海諸島が分割され、南エーゲ地方が設立された。ペリフェリアは2010年の地方行政改革によって自治権が拡充され、公選制の知事と議会を持つ広域自治体となった。 南エーゲ地方は以下の13つの行政区から構成されている。行政区の数はギリシャのペリフェリアで最多である。2010年の地方制度改革以前は自治体としての県が2つ置かれていた。2011年1月1日にノモスが廃止されて行政区となった。この時、キクラデスが九つ、ドデカネスが四つの行政区に細分化された。南エーゲ地方には 基礎自治体である市が34ある。ありがとうございます。